どうも、ともチャンネルです。ということでね、今日はこう自分の工場のある一日っていうのを紹介していきたいと思います。で、まあ今現在時刻が5時半で、まあ仕事開始が6時半なので、だいたいいつも家を6時に出ています。で、まあそんな工場のある一日っていうのを今日は撮影していきたいと思います。今から準備していきます。で、いつも朝ごはんなんですけど、作るのはねちょっと大変なので、いつもこの中にバナナとプロテインと牛乳と少し蜂蜜を入れて、これをいつも朝ミキサーにかけていきます。で、まあ、ちょっと朝なんでね、申し訳なさそうにかけます。で、できましたね。ちょっと溜まってる。で、完成がこんな感じです。見えませんね。はい。ではね、早速もう準備ができたので向かっていきたいと思います。で、工場内はちょっと寒いんで、まあ、いつも結構長袖のインナーにジャージ着て向かってます。で、朝はこんな感じで、まだ日が昇ってないぐらいの明るさですね。けど前まではもっと暗かったです。ということでね、早速移動していきます。こちらが自分の車ですね。乗って移動していきます。ではね、早速向かっていきたいと思います。まあ結構車はもう14万キロ走ってる危ない車なんで、気をつけていつも向かってます。で、まあこちらの説明はまた仕事が終わったら車の説明とか免許の説明っていうのはしたいと思います。では向かっていきたいと思います。はい、そして工場着いたんでね、今から元気に頑張っていきたいと思います。全国の皆様にお肉を届けたいと思います。こちらが自分が働いている工場です。今日も一日頑張っていきます。はい、今現在ね、仕事が終わりました。今現在が、まあ、11時ですね。で、本当だったらいつも、まあ、3時半ぐらいまでやる、昼休憩挟んでやるんですけど、まあ、最近こんぐらい早く帰らされることが多いですね。で、なんか自分だけじゃなくてもほぼ周り全員働いてる人たちはみんなこの時間に帰らされますね。で、そして今日金曜日なんですけど、金曜日はね、なんと工場からいつもこちらのソーセージをもらいます。ソーセージ、まあ、ソーセージっていうのはね、何個あってもいいですからね。ということで帰っていきたいと思います。で、もう今日は早く終わったんで、とりあえず何をするのかって。で、まあこんだけ晴れたんでね、まあ、皆さんここが意識の違いの見せ所だと思うんですよ。まあ、早く終われば何か時間を持て余せる。まあ、そこでね、自分は考えました。昼寝を一回します。ちょっと疲れちゃったんでね、朝で。大体自分の勤務が水木金で、今日が3日目、金曜日ですね。で、もうちょっと疲労が溜まっているので、今日はもうすぐ帰って寝て、でそっからちょっと行動したいと思います。で、さっき自分お昼ご飯買って自分の家で食べようと思って帰ってたんですけど、今自分の家に帰る道が工事でなんか通れないんですよ。だからいつも遠回りして帰ってるんですけど、でなんかその遠回りしてたらなんかいつの間にか山登ってたんですよ。で、なんかその山登ってたら、まあ、引き返そうかなと思ってたんですけど、まあ、今回ちょっと晴れて景色も良さそうなんで、まあ、引き返さないで登ってるんですけど、でさっきこんなね看板が出てきて、なんか多分景色を見れる場所が多分あるんですよ。だからそれを見にちょっと今車で山を登っている状況です。ということでね、多分山の多分頂上に着いたんで、景色を見に行ってみたいと思います。でね、まあ大体車で2分ぐらいですぐ登れちゃいましたね。で、見に行っていきたいと思います。ということで、まあこれが自分の車です。前住んでた日本人の純也ってやつと割り勘して買ったんですけど、まあちょっとね、その純也ってやつが日本帰っちゃったので、今自分一人で大体あの車使ってます。でも今から景色を見たいと思うんですけど、自分もねこの山登ったの初めてで、多分この景色初めて見るんですけど、まあそれを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
じゃあ皆さん、ここの準備はいいですか。やば。じゃあいきます。3、2、1。ということで、見てください、この山の上からの私の町ですね。自分の町はシドニーから1時間半下に下ったウーロンゴンってところに住んでるんですけど、まあ、ちょっと田舎チックなとこなんですけど、まあ、ここはね、もう海がもうめちゃくちゃ綺麗な町 で、それプラスこういう、なんて言うんでしょう、森があったり自然の豊かな町で、結構本当に自分は気に入ってます。これはすごいね。まあ現地からは以上です。はい、ということでね、さっき昼寝してちょっと元気もりもりになったの で、今からちょっとランニングをしていきたいと思います。で、これが自分の今住んでる家ですね、監督の家で、あそこが僕の部屋ですね。てな感じで、てな感じでね、っていうことで今からランニングしていきたいと思います。で、だいたいいつも5キロ、6キロぐらい走って帰ってきます。で、いつもランニング中聞いてるのは、有吉さんのラジオを聞いてます。では行っていきたいと思います。バブルバブル、ベビちゃん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 、にゃーにゃーにゃーしゃー、いかがでしたか。これがね、私の仕事のある一日のルーティーンとなっております。で、まあ、大体仕事が終わったら軽く体を動かして家に帰って、まあ、大体夜ご飯を作ったり、まあ、部屋でのんびりしたりっていうことが大体多いです。でね、もしかしたら6月ぐらいから練習再開っていうね、噂が結構チーム内で流れていて、そんぐらいオーストラリアの状況はいい感じです。で、そのためにね、まずしっかり体を動かして、いつでも動けるようにして、でそこからね、ご飯とかもしっかり食べて、コンディションなども整えて、そのいい準備をしていきたいと思っています。ということなので、まだまだ自分はシドニーのウーロンゴンという地で元気にすくすく育っております。ということで、皆さん応援よろしくお願いします。そしてね、高評価、コメント、そしてまだチャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだね、頑張っていきたいと思いますので、私の動画のご視聴よろしくお願いします。では、お疲れ、パイナポー。